TV 長野の魅力を徹底解剖スペシャル。はい、私たちは今ですね、はい、長野県長野市にやってまいりました。どうですか、はい、ここ僕たちここ、はい、来てます。来てます。 M-WAVE です。 M-WAVE です。はい、いやもう僕たちはここ何度もねお世話になっております、はい、ライブなので来ておりますけれども、はい、なぜ僕らがですねここに来たのかと申しますと、今ほぼ言いました。はい、現在ツアー中の The Rampage Live Tour 2022 Ray of Light の長野公演がここ、はい、M-WAVE さんで行われます。はい、改めてなんか表からさ見るのが初めてだから、はい、なんかこういうなんか形なんだってちょっとびっくりしてるんだけど、なんかかっこいいっすね。そうなんだよね。しかも今日雨の予報だったんですけどね、なんかすごく晴れて、すごく晴れて、もう照り返しがすごいすごい。スタッフさんもみんななんかもう早く巻いてくれ巻いてくれみたいな、暑いんでみたいな感じの、まあ、感じで今回ですね、ツアーの成功祈願をするべく、はい、長野県の最強パワースポットに行ったりですね、長野の魅力を存分にお届けしようということで、はい、はい、ぜひ皆さん楽しみにしていただけたらと思うので、それでは早速行きましょう。行きましょう。レッツゴー。レッツゴー。やってきました。善光寺。まあ、あの奥に本堂があるんですけれども、こっから見てあのサイズです。すごいよね。多分向こうまで多分相当でかいんだろうね。でかいでしょうね。まあ、そこ行くまでにもですね、たくさんこうお食事所といいますか、うん、食べるけできる場所があるみたいなので、ぜひそのお店も回っていけたらなと思いますので、はい、ぜひ早速行ってみましょう。行ってみましょう。このラインね、ちょうどすごいですね。でも何ですかね、長野っていったら何が有名なんですかね。わさびとかああいうイメージありますけどね。水がきれいで、あ、わさびの生産地とか。そうなんですか。そう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 。これあ、お、長野はやっぱおやき。おやき、おわ、すごい。ちょっと行ってみる。行ってみましょう、ね、はい、さーい。失礼いたします。やば、おやき。そうなんです。プレミアムエッグの商品になっておりまして、はい、新宿産の小麦粉を使ったおやきございます。へー、はい、僕このプレミアムおやきの長なす味噌食べてみたいですね。はい、ありがとうございます。おー、そもそもおやきってどういう、はい、長野県の郷土食ね、郷土食、ご飯代わりに。なるほど。はい、なんか沖縄でいうあのポーク卵おにぎりみたいな。あ、そうなんですね。失礼いたしました。いえいえ、ありがとうございます。ちょっとワッツリスのお気をつけて。ありがとうございます。長野県めちゃくちゃ熱々や。じゃあ長野県、そうなんだ、おやきが、すごい、お母さんめちゃくちゃ熱いっすね。びっくりするぐらい熱い。あ、本当だ。すげえ。じゃあごめんなさいね、すいません、いただきます。乾杯。まだナスにはたどり着いてないですか。うん、すいません、まだナスにはたどり着けておりません。なんかすごいこの生地がもちもちしてて、お、すごい甘みもあって美味しいですね。ありがとうございます。うん、すごい熱いんですよ皆さん。食べる際はぜひやけどなどお気をつけていただきながら、食べていただきながら、食べていただきながら。うん、お、たどり着きましたね。うん、あ、中に大葉も挟まってる。はいはいはい、はい、大葉にたどり着きましたか。大葉にたどり着きました。また味噌も美味しいですね。これ味噌も甘くて、茄子も美味しい。みずみずしくて、このもっちりした生地と本当に合う。どの辺がプレミアムですか。どの辺がプレミアム、やっぱりこの厚さがプレミアムです皆さん。なんかすごい本当におやつというか、
なんかこうちょっと小腹が空いた時に、しかもこうナスだと結構ヘルシーだし、すごく味噌で味も濃いので、ぜひあの僕らのライブ遊びに来る腹ごしらえになんかどうでしょうか。一ついいですよ皆さん、ね、はい。わお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 、あ、こんにちは。こんにちは。はじめまして、ザランページです。はじめまして。はじめまして、善光寺の長養院小林と申します。お二人は善光寺に来たのは初めてですか。初めてです。この奥が一番大きな建物が善光寺の本堂、はい、一番大切なところですけれども、はい、実はこの時期だけしかない大きな柱がありますけれども。この時期しかないんですか、はい、これ。すごっ。サナダっていう書てますか。サナダさん、はい、サナダのお殿様の土地から今も来ています。へぇ、600万人以上の皆さんが、ご祈願をされた柱です。どうぞ皆様もいろいろな思いがあるでしょうから、しっかりと触れて仏さんにお参りをしてください。はい、じゃあ両方から、両方からそれが仏さんだと思って触ってください。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。今日は何か願い事とかや思いながらお越しになったんですか。はい、バラエティが上手になりますようにどっかお願い事があったんですか。とりあえずツアー大成功しますように。大成功、はい、なるほど、ありがとうございます。じゃあその思いを込めて、はい、またご本堂の中に、はい、せっかくですから少しずつご案内させていただきながら行きたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、いやでもでかー。こことしては東日本の中で一番大きなお寺なんですよね。段差大きいの気をつけて。はい、ありがとうございます。優しい住職さん、優しい、優しい。私の人の足短いけど段差が大きいんですよ。それだけ足が強かった。ここまで歩いてきてました。中の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